胆道系の模式図胆管んは、胆管に発生する悪性腫瘍である。胆管とは、肝臓で作られた胆汁を十二指腸へ流す銅管である。胆管は、肝臓内の細い枝に始まり、次第に合流して二本の太い管になり、肝門部で一本に合流し、その後水臓を貫いて、十二指腸乳頭部に開口する。いずれの部位にも、 胆管癌は生じうるが、発生部位により、性質や治療法が異なるため、以下のように細分類されている。なお、胆脳管に生ずる胆脳管癌は、胆脳癌に含めて取り扱われる。本校では、肝外胆管癌につき解説する。その他の癌については、リンク先を参照。胆管癌は、胆管上皮より発生する。癌は、次第に増大して、 胆管を閉塞し、横断や胆管炎を引き起こす。進行すると水臓など、近接臓器に浸潤したり、リンパ節や肝臓へ転移する。発生部位により再分類される。胆道がん取り扱い規約第5版による分類を示す。上部から中部胆管がんは、解剖学的な発生部位によって、相胆管がんと相関管がんに区別することもあるが、 相胆管と相肝管,管の境界の位置は個人差が大きいため、臨床上はこのように上部胆管肝と中部胆管肝に区別するのが現実的である。厚生労働省による人口動態調査によると2005年の日本における管肝肝及び胆脳肝による死者は16,586人で男性が7,845人。 女性が8741人である。胆石症、胆肝炎、水胆肝合流異常症などの胆動疾患が危険因子として知られている。その他、海洋性大腸炎、クローオン病なども危険因子である。また、有機溶害として利用される1、2、ジクロロプロパン、ジクロロメタンへの曝露が発症原因として知られている。食欲不振、全身倦怠感、腹痛、 横断などが主な症状である。検診で肝機能障害を指摘され発見されることもある。胆道閉塞による血中ビリルビンや胆道蛍酵素の上昇及び腫瘍マーカーの上昇が見られる。胆管癌のアーク画像。相胆管が癌によって狭削し、その上流の胆管が拡張している。特徴的な画像所見及び腫瘍マーカーなどにより診断する。 MDCT の普及により、高解像度の画像が得られるようになったため、癌の進展をより正確に診断する試みが行われている。癌の進行度は病気で表現される。国際的には TNM 分類が日本国内では単動癌取り扱い規約による分類が使用されている。2008年12月現在、管が癌に対する根治的な治療法は 下下手術のみである。癌が単管周囲に限局しており、切除により根治が見込める場合は原則として手術が選択される。主要な動脈への浸潤や遠隔臓器への転移があり、切除による根治が見込めない場合は、全身化学療法もしくは放射線療法が選択される。強い横断が見られる場合、それを軽減するためにトレナージが行われる。方法としては、 内視鏡的にアプローチする内視鏡的単道ドレナージと経費的にアプローチする経費景観的単道ドレナージ経費景観的単道ドレナージがある。これらは基本的に対象療法であり、これで横断を軽減した後に手術などの他の療法で根治を図る。切除により根治が見込める場合に適応となる。癌の広がりに応じて切除範囲が決定される。また、 手術で根治が不可能な症例に対しても症状の軽減を目的として胆管空調吻合などの姑息手術が行われることもある。手術不能な原曲性の胆管癌に対して行われることがある。放射線療法単独では胆管癌を根治することはできず補助的に行われる。切除不能な進行胆管癌に対し行われる。胆脳癌と包括し、 単動癌として同じ化学療法が選択される。単管癌は治療が困難ながんの一つである。治癒切除がなされた場合の5年生存率は30%から50%程度である。切除不能な進行単動癌においては5年生存はほぼ皆無である。ゲムシタビン単独投与の日本国内大通称試験において生存期間の中央値は7.6ヶ月と、 報告されている。ありがとうございます。